ありがとう。今日はゲーム解説配信をしたいと思います。あ、前提、今日から STU48 とロードモバイルさんでコラボして 2.5 期生 VS3 期生のバトルが、昇格記念バトルが始まりました。待って、腰が痛いぞ、これ。ちょっと待ってね。ちょっとこれ。座標。K が、1591。が170、Y が66。OK。え、そう、え、なんか多分ローマ場って先輩方2期生さんとかもやられてて、やったことあるからできないっていう方も多分いると思うんですけど、できるんですよ。一回データを消してくださったらできるってローマ場の方が言ってて、なのでちょっと詳しいやり方はあのそのゲームの公式 X に X のプロフィールにお問い合わせはこちらみたいなのがあるので、そこから問い合わせていただければできると思うので、ぜひお待ちしてますね。これなんかほらちょっとなんか昔のビデオみたいな。お、問い合わせした。お、ありがとう、ありがとう。でもなんかすごいほらお、ギルド申請までしました、ありがとう。え、そう、ギルド申請結構してくださってるんですけど、なんか多分申請が私じゃできなくて運営さんがしてくれるんですけど、待ちですね。だから見てますよ、ちゃんといっぱいいるのは。でもこう押せないんですよ自分で。だからありがとうございますっていう。腰が痛い。承認くるくるできないんですよ。そうなので今は7人くらい入ってくださってるんですけど、あ、じゃあどうしよう。今からまだ登録してない人のそうあ、ギルド申請できたと思う。お、ありがとう。お、あとギルド申請したらフォーム入力を忘れずにね、しないと入れないのでお願いします。今から入る人用に、じゃあ説明しよっかな。え、コンフィデンス、デンタル、デンティアルって何？コンフィデンタルってさ、これ、外に出しちゃいけない資料みたいなやつ？やばいやばい、危ない。あ、とりあえず、まあ、アプリ入れるんですよ。アプリ入れたら、なんだっけ。チュートリアルみたいなのがあるので、とりあえずそのチュートリアルをまあちょっと済ましてます早いか。あ、そう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 、もう一つ大事なところはリンク先からアプリを入れないとほぼ意味がなくなっちゃうので、くるくるが X にツイートしてるので、その X から入るか X やってないよって方はGoogle とかで STU48 で調べて、 STU48 のその記事から記事っていうかサイトから飛んでくださったらあると思うんですけど、そのくるくるのやつからダウンロードして
アプリを。でまずチュートリアルを済ませていって、右下になんかダイヤモンド、紫のダイヤモンドみたいなところを押したらギルド加入ってあるので、そこを押してくるくるのギルドは KY、 空気読めないみたいになっちゃうけど、 KY アンダーバーでくるくるのグループ名、チーム名ですね、多分来島優香の KY ですね、お入れてもらったらくるくるのが出る。あ違う違う、その前じゃ、その前に移民せんといけんのじゃ、その住所、自分が住んどる地域をくるくるの近いところに持っていかないといけないんですけど、くるくるの近いところに持っていくには、このまずはこうやって、まあ、まあ自分の家があるじゃないですか、そしたら自分の家があったらこのここを押しますで、なんか全体図になりますで密集しすぎてるねえ、見てこれめっちゃ密集してる。全体図を押したらこの上に虫眼鏡が出てくるので、虫眼鏡を押してここにくるくる絵もこのテロップに書いている座標を入れたらくるくるの地域の近くに行けます。そしてまあ空いてるスペースにこうやって適当にこうやって適当に押したら、なんか点移民ってできるんよ、移民ってボタンが出てくるけ、移民押して移民押してなんか初心者だとその最初にギフトもらえるから、そのギフトで移民しちゃいます。ほらこの密集度、あ引っ越しました、ありがとう。そう初心者転送の巻物を使わないといけない。でその初心者のやつはあの白が白か白が白を成長させちゃったら初心者転送があのなくなっちゃうんですよ。そう白レベル5以下かつゲーム開始後3日以内にクルクの近くに行かないとその初心者転送の巻物のギフトはなくなっちゃうので、アプリを入れたら3日以内にクルクの近くに来なければいけないですよ。じゃまず最初にアプリ入れたら移動は一番最初。そういえばゲームもなんか概要みたいななんか説明してなかったけど、ロードモバイルで2.5 期生と3期生で今回戦うんですけど、中間発表時に意味の仕方いいよ、もう一回ゆっくりするね。じゃ先にじゃあ説明してからゆっくりしようかな、待っとって、ありがとう。あと中間発表時にポイントが高かったチームに広島駅に広告、あの広告掲載、この前あずみんとかがやってたみたいな広告掲載があります。そして最終結果発表時に優勝したら米札ヤングチャンピオン10周年記念号に掲載していただけます。ヤングチャンピオンすごい嬉しい、乗ってみたいですね。そうですね、そしてそれ大事になってくるのがパワーを上げるんですけど、100万パワーごとに100ポイントもらえて、それ皆さんの合計してなんかポイントになって、白レベルも上げることによってこうポイントが高くなっていくので、白レベルとその戦力が大事になってきますね。白レベルは15からポイントになるので、まあ最低15を上げないといけないかもしれない。クルクルは今9、最大25ですね。ちなみにクルクルはもう課金しちゃいました。早い早い早いという風な感じなんですけど、じゃあそれではもうあのあれですね、さっきの移民のお話しよう、移民の
まず普通に、じゃあ今からゆっくりアプリを入れてください。アプリ、じゃあ45分になったらそのアプリの先の話を。アプリ入れたら、アプリ入れたらね、チュートリアルがあるけん、それはもうなんかまあスキップするなり、こうこれをやってください、これをやってください、こうしてくださいみたいなのが表示されるので、それをもう順々にやっていく、やってて、そのチュートリアルがなくなるまで一旦進めて OK オッチーですね。じゃあそのアプリを入れる人待ちで、あ、そうそう、トラッキング許可もお願いします。アプリ入れたらトラッキング許可、これは iPhone の人だけですね。じゃあその、あ、そうそう、左下に地図が出てくるまでですね。じゃあその2分待つと、待つ間にくるくるがちょっと好きなあれしよう。このキャラクターがいっぱいいるんですけど、キャラクターが喋るんですよ。これの声真似を最近のアップと一緒にやってます。恥ずかしいな、なんか真似するってなったら配信でちょっとモノマネするとなったら恥ずかしいのでちょっとやめますこれをいつものアップと、夢は自分だけの世界、生命の意のままに、生命の今恥ずかしい。生き続けるのも大変じゃの。そのたくましさ、たまらない、たまらないわ。そのたくましさ。戻ってきたぞ。運命なんて知るか。人生は爆発。人生は爆発。頭ぶち抜くわよ。怖っ。頭ぶち抜くわよ。かっこいい。あ、こんな感じですね。これはいつもモノマネしてます。結構楽しい、なんか、そうキャラクターのなんかセリフがあるの面白い。面白くて結構好き。自分の好きなセリフのキャラを使ったりする。それでは、まあ、そろそろ OK かな。アプリを入れたと思うんですけど、そしたら、まず、まあ、チュートリアル進めます。で、自分で、こう、動かせるようになったら、確かにお話し会でいいよ。もう、確かに。いいね。あ、そうそう、それで、できたら、ね、まあ、多分一番最初に、この名前とかね、設定せんといけないんだけど、名前とか設定は勝手に多分出てくるけ、それをやって、そしたらまずさ、まあ、自分のこの家の中おるやん、家じゃないか、自分の領地の中におるじゃん。それから脱出、この右左下のこの地図みたいなとこ押します。あ、部屋が映る。そしたらこうなります。こう外の世界に行きます。まあ、広島県みたいなもんかな。広島県で、さっきのが広島市みたいな。これ広島県行きます。そしたら、まあ、まずくるくるの近くに行かないといけないんですよ。くるくるの住んでるとこ近くに行かないといけないので、それはこの虫眼鏡、ここ押します。虫眼鏡、そしたら座標を入れられます。座標、これなんかモザ座標を入れられます。この座標に、このくるくるがテロップに入れとる座標を打ち込みます。 K が1591で、 X が170、 Y が6666。じゃあこれを一旦待ちます。 OK だったら言ってね。お、楽しいよ。私なんか、私同盟申請できとるんかなみたいな不安な方は言ってくれたら、くるくるが 見るけん、ぜひ
入ってきてるみたいな言ってくれたら、承認はできんのんじゃけど見れるけん。お、ギルド申請できた。お、ありがとう。できている。あ、今からロンゴバ、お、始めよう。もしできんか、できんてかなんか聞いてね。俺の申請待ってよ。できてないかも。名前変えてやってるとかじゃないよね。できてないかもしれない。それかも入ってる？入ってる。そう、ヘルプもしちゃいます。仲間になれます。申請はしたけど忙しいとか気長に。お、気長にありがとう。iPhone のストレージなかったら、あ、ちょっとそうかもしれん。ちょっとストレージなかったら重くなっちゃうかもしれないから、何かを消さないといけないかもしれない。お、まだ承認されてないし自分の状況が。お、でもあの申請されてるとこ見たけど、入っとった、できとった。申請は、あ、そうそう、ニックネームで確認できる。申請届いてる。待って、まっちゃんできてる、できてる、できてた。ん？クルマツ？合ってる。できてた、できてた。惑わしちゃった。申請待ってよ。名前は？あ、待ってな、できた、できとった。ショールーム消したらもう この配信すら見えん。このゲームはヘルプすると、うん、ヘルプで建物の建設完成時間早くなる、早くなるよ。待ってよ、できてる、待ってよ。あ、泉ちゃんできてますね。おへそさん、へそ、おー、多分いないぞ。お、へそさんいないぞ。キルできてた気がするよ。見た見た。そう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 、ギルド申請済ませたら入力フォームに行かんと。柏木 M、 うわ、できてないかも。あ、できてた、できてた、できてた。柏木 M、 できてた、ステージ開けるところが、ありがとう、そうそう、ありがとう。あ、おへそ、あ、できてる。おへそさん、つ、あ、できてた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 よ。オセロかと思った、くるくる、そのオセロって呼んでた。オセロって呼んでた、できてた。まあそんな感じ。あ、でえ、どこまで言ったっけ。あ、そう、座標を入れたら、まあくるくる座標に飛ぶわけですよ。こうやって飛ぶわけですよ。飛んだら、まあこうやってくるくるはここにいるんですけど、結構もう周り埋まってるので、こうやって空いてるところ、こうやって、まあ、適当にここら辺の近くにこうやって押したら入れる。転送、あ、多分くるくるはもうすでにここにいるから転送って出るんですけど、初めて引っ越す人は移民、移民って出るんですよ。だからその移民っていうのを押したら、初心者の巻物を使いますかみたいな出るから、使っちゃいます、使っちゃう。そしたら多分移動できると思う。あ、えいひろさん
いる。オノピーチいる。いるいる。そしたら転送できます。一回待ちます、ここで。転送待ち。ヘルプヘルプ。チャットも送ってみチャット送ってみチャット、お安心しました、ありがとう、申請したできたはず、おありがとう、嬉しい、待ってよニックネームつけたから、待ってよ、でもくるくるちょっと聞いて、ちょっと聞いてほしい、これ多分みんなできてるね、聞いて、くるくる昨日の夜、あ違う違う今日の朝か、今日の朝起きたらさ、なんかさ、なんかどこの誰かわかんないんだけどさ、誰かに襲撃されててさ、城燃えてたんだよね朝起きたらびっくりして、びっくりしちゃった、えみたいな、まだ始まってない、まだゲーム始まってないですけどと思って、そう、イベント始まる前からなんかシールドなんか使おうかなと思ったんだけど、なんか高いからちょっと使わなかったの、使わないで置いたの、そしたらダメだ、ダメだった。ほら、パワーがもう2万も落ちちゃったよ。こんなになって、わしが寝てる間に。でも影響はなかったし。影響はなかったから、まあ許すとするわし安いから、えこれじゃろ、えこれはもう全軍前進戦闘、え待って、どっからバリア張るんだっけ、アテナバリアか、まあ使っておき、あもうね自分で修復しました自分で一人で燃やされて、一人でびっくりして、一人で修復あ待って、それではそろそろみんな移れたかなと思うんですけど、移れたらやっとそのくるくるの同盟に入るチャンスです、入る、したらあバリア張れた、ありがとう、くるくるの同盟に入るには、あのまだ入ったことない人はここら辺になんか紫のね、なんかダイヤモンドみたいなマークがあるんですよ、そこを押したら何とかに加入する、あギルドに加入するっていうのが出ると思うので、そこで検索するんです、 KY アンダーバーでって申請押す、してくるくるは多分一回入っちゃったよみたいな、なんか変なとこ入っちゃったよ、適当に入っちゃったよって人はここ押してギルド設定でギルド、あくるくる押したら解散になっちゃうけど、ギルド脱退とかあるので、ギルド脱退してくるくるのを調べてくるくるのとこに入る、で申請できたらフォーム入力でいろいろ打ち込む、でフォーム入力打ち込むときに IGGID を入れなさいみたいなのあるんだけど、 IGGID は
あ、ちょ、設定マークからアカウントをしたらここに、あ、なんか恥ずかしい、 IGGID 出ます。のでぜひ、逆に今まだまた早くて分かんないっていう人はコメントぜひ言ってね。そうそう、うちのギルド入りませんかっていうのは、そう無視してもらって、くるくるのとこに一直線。今たくさんの人が承認待ちしてくださって嬉しいです。こんな感じねえ、ちょっとめっちゃいっぱいいる、嬉しいです。じゃあ試しに戦ってみるので、ちょっと見ていてください。でもくるくる最近負け続けなんですよね。出番は減らんの。これ最初はオートできないので、自分でなんかこういうの操作しないといけないんですよ。マックスになったら、なんかこうなったらこれを使うみたいなって言ってやるんだけど、クルクルオート使えなかったのでオート。そうそう、王国引っ越しする前に白レベル上げすぎると移民できなくなる。あ、ありがとうございます。そう、王国を移民するにはアプリ入れて3日以内か白5以下です。あ、くるくる強強、あ、強強い、正義は勝つとか、うわ、年に、あ、やばいやばい、みんな死んじゃ、みんなもういなくなっちゃった。ちょっと、あ、敵強すぎて、ほらもうこの悪い夢でした。再挑戦を。あとね、なんだっけな、あともう一つあるんですよ。これでも絶対勝てないからな。皆のために、どんな挑戦にも打ち勝つわ。どんな挑戦にも、待ってよ。そうそう、初心者巻物、なんか戦いたいんだけどな。防護シェルターは多分なんかその外の人から攻撃された時に、防護シェルターの中に兵士入れておけば、その兵士は死なないんですよ。その攻撃されても死なずに生きていられるのが防衛シェルター。防衛シェルターに兵士を入れておくみたいな。じゃあ外に出て戦う、外に出てくるくる戦うね。でもこれ多分一人で戦いに行っちゃダメなやつなんだよねけどまあ一回こうみんなにこう説明のために、あ、ちょっと待ってよ。すでにインストールしている端末はアンインストール。運営さんに詳しく聞いたら詳しいのが分かると思うんだけど、データを一回削除してやるといけるっぽいです。あ、どうしよう、
まあ多分絶対勝てないんですけど、一回これ攻撃しに行きます。行きます。どれ連れて行こうって。どんな挑戦にも打ち勝つわ。皆のために。皆のために。あ、申請しようとしたら移民する。そう、先に移民が必要です。うん、移民必要、移民必要よ。移民してから申請です。え、この件のやつバリ強い。やばいやばい。どんな挑戦にも打ち勝つわ。ほら、どんな挑戦にも打ち勝つわ。あれ、これは夢。効率足し当たっても出番は減らんの。あ、あ、言ってる言ってる。私が一人で旅に出てるよ。あれ、どこ行ってる。あ、こっちか。やばいやばい、 100% 負ける戦いに挑んでいる。来ました、これ。黒島軍、ここに。ドン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 。ほら、これがもう、あ、やばいやばい。あ、移民と申請できた。あ、ありがとう、嬉しい嬉しい。この子意外に強くて回復してくれるんですよ。だから竜巻起こすんですよ、今の。うん、申請できた、ありがとう。ちょっと見てみるね、これは。勝てない戦い、一人挑んでるから。終わっちゃった。終わっちゃいました。でも負けても資源をもらえるんですよ、こうやって資源もらえるので、まあ全然全然いいんですよ。切ってない、おもろい。あ、ギルド先生増えてる増えてる増えてる増えてます。こんな感じですね。あ、うん、あ、ギルドに加入しましたって。どんどん今多分今スタッフさんがやってくださっているのかもしれない。ギルド加入、加入承認か、承認、ギルド承認。お、完全倒すギルドメンバーに報酬箱が。え、そうだ、めっちゃ詳しいじゃん、めっちゃ詳しいじゃん。今どんどん、今どんどん承認タイム来てる。ゆっくりね、ゆっくり待っていこう。夢は自分だけの世界。夢は、あ、入れた、強く。いい調子。プレイ歴約2年の通りすがり初見。え、すごい、だから詳しいのか。これからも教えに来てください。これからも教えに来てください。グリフォン、グリフォンって何、
やばいやばい、勉強しなきゃ。あと私これちょっと、これ多分今なんか多分期間でやってるゲームなんだけど、これ楽しい。ちょっとなんか女の、これなんかよくわかんないけど楽しい。くてやっちゃう。あ、羽生えてるやつ、グリフォン。祝福の翼？マップ上にいる翼が入ったら、あ、それね。外のね、外にいるやつね。これ？これ？これグリフォン？アカデミーに行かんといけんわ。まだじゃ、くるくる。研究がね、必要っぽい。いいぞいいぞ。トゥルルル。ピンボール毎回兄さんの穴が。なるほどね。かけるね。かけるが違うのね。あ、レベル1のを探すんだ。あ、みんなどんどん入ってきてる。どんどん入ってきてる。ありがとうございます。まだね、申請、承認待ちだよって方も慌てず。待っててね。そう、ギルド申請した後もフォーム入力が必要になります。レベル1の鳥？にしかいない私の周りに。あ、いた！あ、フォーム入れた。お、ありがとう。お、承認された。お、ありがとう。レベル1のグリフォンできる攻撃。あ、さっき使った体力使っちゃったわ。回復。回復。攻撃3回します。ちょっとすぐやっちゃう。うっせーの。いきます。チキン。え、みんなわからんことあったらコメントしてね。草原が立ちました。白レベルは移民スタートだったら5以上にしても大丈夫。でもまず移民しないとダメ。あ、移民のやり方。お、じゃあちょっと待ってね。移民のやり方はね、移民じゃけ、まずこう自分の、まあ、広島市にいます。そしたらこの右下のここ地図のボタンを押したら、あ、今部屋が落ちた。地図のボタンを押したら広島県に行けるんですね。こういう広い地域、広島県に行けるので、広島県に行ったらまずこの虫眼鏡ボタンからこの座標を入れます。座標。あ、やばい、ちょっとグリフォン始まった。グリフォン、ギルド申請の仕方 OK。 一瞬これそうそう、ギルド申請の前に移民が必要です。で、移民はまずその
この真ん中のところの虫眼鏡にこの座標を一回入れてみてください。そしたら多分クルクルの家が出てくる。でそこでちょっと待っててね。やばい、ちょっと説明してくれてる優しい優しいコメントなんで通りすがりのありがとう。え、強くない、強くないグリフォン。力は出し切った。あ、ダメだった一発じゃ倒せなかったみたい。そうそう、無謀だいやだよね。でさっきのギルド申請の仕方のコメントの方と移民の方、まずこの虫眼鏡をしてクルクルの地域に来たら、クルクルの地域、まあ周りどこでもいいけん、こうやって適当に押していくような押して、自分が好きな位置にね、なんかここに入りたいとか、ここに住みたい、こう海際に住みたいとか、山側に住みたいみたいな、あ山側に住みたいとか、まあ、こう適当に自分が住みたいとこを押したら移民ってボタンが出てくるので移民を押します。そしたら移民を押したら、なんか初心者移民の巻物を使えますかみたいな出てくるので、使いますを押します。使う。そしたらクルクのところに飛べます。あ、申請できました。お、早い早い。血が溜まってて、え、ありがとう、わざわざ。ありがとう。そしたら移民がそこで完了します。で、それができたら次はギルド申請に入ります。ここに、くるくるはまだもう出てないんだけど、紫のダイヤモンドのマークがあるので、その紫のダイヤモンドのマークを押したら、ギルド加入っていうのが出てくるので、そこを押して、KY アンダーバーを押したら、くるくるの。ギルドが出てきます。で申請をします。申請をしたらフォーム入力もあの公式サイトから飛んでいかないといけない。あ、申請できました。あ、できてる。多分ね、順番に進めてるっぽいね、その加入も。なので既に過去にやってて新しくこちらのコラボが参加できない方がいらっしゃる。え、そうなんですよ。 PC やれば簡単に新規サブ、あ、そうなんだ、 PC が必要なのか。分かったかな。玉使い始めた。わざわざありがとう。で今回このギルドのなんだ、ギルドの上限が100人らしいんですけど、まだね申請とメンバー集め、あ、合わせたら56人なので、ぜひまだまだ空いてるので同盟に入ってほしいです。多分その人数とかもね関係してくるので。392の配信コメントだけスパイ感を感じてしまう。確かに同盟、他の同盟入ってるのにね。こんな感じかな。感じかな。まだまだ入れます。わからんよって方もね、全然くるくるもなんならまだ初心者すぎるので
お、ヒーローの組み合わせは魔獣討伐ヒーローとかで、お、検索ありがとう。すごい詳しいね。ワンワン、そんな感じかな。あと何説明したらいいんじゃろ、何が説明いるかな。魔術は物理に強い、魔法に強いとか防御、あ、そうなんじゃ、結構変わってくる。え、じゃあ大事じゃん。でも研究効率よく後ろレベルを上げるためには建設速度1、建設速度2、研究速度1、研究速度2、最終速度、最終速度1の順番に進めるといい。待ってよ、魔獣のボタンってなんだ、魔獣ってなんだっけ、魔獣、あ、魔獣画面に、生命の意のままに、あ、これじゃないかな、これじゃないか、生命の意のまま、お、またギルド申請が増えてる、ありがとう。でもなんか、なんかさ、何属性とかあるっぽいね。なんかこのバラの騎士だったらこのマークがついてる。あ、やっと申請、お、ありがとう。天才守護騎士だったら騎士にこれがついてるのか。森の妖精だったらなんか風のマークとか。運命なんて知るか、運命なんて知るかって、なんか、あ、グリフォンとかハードロックスとかが魔獣なんか、オッケー、ちょっと見に行ってみる。さっき私が戦ったグリフォン、これか、これね、説明ね。魔獣の攻撃タイプ、魔法。魔獣の防御タイプ、物理と魔法。魔獣の特徴、グリフォンの必殺技、フィールド上すべてのヒーローをターゲットにするため要注意です。しかし、条件によっては攻撃を中断することができるので、グリフォンの攻撃を中断し、え？できるの？できるの？攻撃を中断することができるの。確かこれ見た方がちゃんとね、あれだね、効率よく何が、この敵は何が強いのかなんか分かる。あ、建築物とかにもあるんだ、本当だ。ちょっとし、これは、ちょっと無理に近いかもしれないけど。お城の外装これにしたい、私。お城の外装これがいい。確かにウェブ記事見るのもあり。あ、キャパパなってる？ゆっくりでいいんだよ。1ヶ月あるからね。
ゆっくりで本当に全然大丈夫い。でも最初のうちはとりあえずなんかチュートリアルとかなんかねこのおうここにさこれこういうのがあるじゃん、これを書いてあるのをなんか一個ずつ達成していくのがいい。そうそういうこと。なるほど。賢い嬉しいです。そうコツコツなんかできそうな時にゆっくりでも。あ逆を確かに短期勝負だとこれが大事みたいなとこもあるのか。確かに研究と建築、あそう研究建築最優先で建築関係トントントンみたいなまあ違うんですけど、まあ違うんですけど、あそれとかなんかこのこれをまあ達成していく、デイリーミッションも達成したり、この行政ミッションとかこうビビビって押していかないといけないんですけど、押したらできるので、あそうそう VIP レベルもね大事かも。魅力ながら、あありがとう。旅立ちます、あありがとう、ベルショールで、あありがとうございました、いっぱいお世話になりましたお城トントン、そうお城トントンしていこう、まあ、確かに、まあ、とりあえず、まあ、お城を大きくしていこういく感じかな。お城と戦力、あと兵士をなんか鍛えるやつねっていう感じですね。ちょっと早口になっちゃったんだけど分かったかな。くるくるもVIPはもう8です。 VIP8 VIP8、え、なんか兵士増やしてさ、兵士増やして戦力上がらん？戦力上がる？あ、また増えた、ギルド申請ありがとう。あのクアラルンプールでもやりますクアラルンプールでも、あ確かにバリアね大事、バリア大事。お帰ったらギルド先生、おありがとう。まあ同時進行が一番ですね。軍事も兵士も建築も研究も同時進行で全てやりましょう。同時進行、今回のゲームは建築がその複数一気に建築できるんじゃなくて一個ずつしか建築できないので、建築待ちが結構長かったりするので、その建築待ちの時はもう研究やら兵士やら争いやら、をすると。いいかもしれない。ヘルプ大事。
ヘルプ大事。研究。研究ってどっから飛ぶっけ。ここか。時間短縮したいですね。あ、座標これです。ねえ、ヘルプの数もいいね。メンバーに1ヶ月のバリア、1ヶ月のバリア、確かに、あ、確かに1ヶ月のイベント時1ヶ月バリア、確かに。加速アイテムはうん、なんか使いすぎたら後々しんどくなったらあれだから今使ってないんだけど、あーでもちょっとずつは使ってるんだけど、貯めてる。座標15911766666で検索したらクークルショールーム。センスあるね、面白いんだけど。クークルのショールームが、きつくなるよね。そんな感じですね。確かに建築勝負なんかな。多分もうこうやって入り乱れてるんですけど、水色が入れてる、あのギルドに加入できてる方で、オレンジができてないんだけど、きっと多分そのうちされると思うので、もし長い間されなかったら何かが間違ってるかもしれないので、その時はなんか一緒にどういうことかなっていうの。あ、ちょうど今なんか引っ越してきた人がいる近くに。引っ越す瞬間を見た私は。あ、やることあったので今からダウンして魅力ながら、あ、ありがとう、嬉しいです、嬉しいです。そんな感じですね。で、クルクルの最近のスマホの裏はサンフレエゼキエウ選手。と安住とクルクル、くるくるローモバ始めます。そのうち怖い人が敵にワープしてきて白燃やしてくる。もう白燃やしてき燃やされたらもうみんなでもうみんなでもうもう全軍全身ひよってるやついねえかって形でやっていこう。やらない方がいい、やったら戦力落ちちゃうか。くるくる楽しいなって承認されないとかあるかも。え、でも本当にそれはあの悪い、あの本当の意味でもあって、同時に2個違うギルドとには入ったら入れないようになってるのと、くるくるのギルド入ってたけど抜けて別の人のギルドに行くっていうのは途中からともできないので、楽しいでお願いします。やばい、強いの？今日の深夜2時からオリンピックのサッカー、え？見たい。深夜2時？フランス時間か。見たいな。
愛主義って何？頭良くなる博愛主義。でもさ、配信中にさ2端末あったらさ、分からない単語とか調べれるからいいよね。フィランソロピー、人類への愛に基づいて人類のウェルビーイングを改善することを目的でした。いい活動、時間、能力、金銭、物品などを捧げる声。あ、なるほどね。中国人ギルドは戦力高いし連携プレイもうまい。やばい。じゃあちょっとし静かにさ逃げよう。静かに逃げるんか。じゃあもじゃあもし誰かに攻撃されたら全身、あ、違う、全軍交代っていうわ全軍交代、あの後ろに、後ろにの交代。あ、初めてのローモバ、ローモバ、そう、初めてローモバです。そう、次はウェルビービング、ウェルビーイングとはなってなった。そう、ゲームが始まりました。逃げ勝ちしましょう。逃げるは恥だが役に立つってことですよ。全軍ちょっと今やばいから、くるくるキングダムにもう頭の中が支配されてるから。あら、全軍全身あ、ちょっと見えない、見えないな。全軍全身シールド1ヶ月、あ、お話がの今朝26日金曜日、お、ありがとう。そうです、26日の金曜日までです。ぜひお忘れなく、よろしくお願いします。話せなくなっちゃいます。ロードを忘れない。ロードって何？ロード、ロード何？左上に表示されてるキャラ、あ、なるほどね。おお、え、なになに、連れてかれる、連れてかれちゃう、この子。私の知らない単語がそういっぱい。捕獲されちゃうの？捕獲？捕獲なんてあるの？シルベルが15個あると危険。じゃあその時を助けてください。助けてね。もう自分もとにかくもうシールド貼っとけばいいってことね。うん、座標 K1591 新しい場所が新規基地が来れない。え、じゃあちょっとそれは結構心強いかもしれない。バリア大事。じゃあ決め台詞はバリア絶対で、バリア、ターンまで、ターンまで行きましょう。あ、どんどんギルド申請増えてる、ありがとう。本当にこんな感じ。1ヶ月あるのでね、1ヶ月のうちだったらいつでも、なんか最初はちょっとまあやらなくてもいいかなと思ってたけど、なんかやりたくなってきたとか思ったら途中からでも全然嬉しいですし、なんならまあ今からだとめっちゃ嬉しいんですけど、あ、後からやりたくなっちゃったとかでも入ってくださるのも嬉しいので、
ぜひお待ちしています。確かに防衛シェルターに避難するのはあり。でアイテム系はもうとにかくあの漏れなくゲットしていきましょう。無料なんか。そう白レベルはそう15からじゃないと。そうだね。でも戦力があればその戦力分がプラスされて同盟の戦力になって貢献できるのと、お城だったら15までいかんといけんかもしれん。先輩アイドルやばいやばすごっ。ずっとやってるのかな。クルクルのギルド入れない。いやそうだよね、一回データ消さないといけないけど、もうそんなもう消してまで入ってくださいなんて言えない。オッケー。僕の方が9億パワー。9億狙われない。もう逆にそこまでいくと狙われないか。オッケー、できました。あ、狙おうか。あ、狙われる？狙われるんだ、やっぱ。狙う方説もあるね。確かに。やばい、狙わないでください。狙わないでくださいね。あ、上には上がいる。あ、そうなんだ。ゲームってまあそうか。上には上が。みんな分かったかな。ありがとうございます。あのゲーム説明配信に付き合ってくださって。あ、そうなんだ。戦力がを結構あれなのか。ヤングチャンピオンさん、ちょっとこれ配信のこれスマホに変えたいな。某軍師は初心者パック買おうって勧めてた。初心者パックいい？初心者パックいい？最後は寝る前とか仕事中にバリア張り忘れたら気になって 目が覚める。そんなくるくるハードなの？そんな、そうなの？初心者パック買ったよ、くる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 買ったよ。初心者パック、初心者じゃけん。確かに今この手のハード、まあ、基本ハードも確かに確かに。あ、30日継続なら課金。あ、なるほどね、30日じゃけんね。え、神経使う？やばいやばい。まあ任せて。苦しま。ね、苦しま。苦しま。飛信隊。だから。くるくるのいる位置に移動できるけど、そこに移民ができない？なんでだろう。なんで？こうやって押したときにこういうの出ない？
適当な場所押してこういうの出ない？こういうの出る？出ない？お話し会中に燃やされないようにしなきゃ。本当に燃やせたらあーってあれなるね。そんな感じですかね。 2.5 期がチームになるっていうのは正しいですね。待機列でみんなロボも確かにみんなでこうやって順番が来てもってなって運営からギルド脱退されたってメッセージ来た。え、それ多分なんかあったんじゃろ。なんかね、なんだろう、他の人の同盟も入ってない？他の人の同盟とか入ってない？入ってたら多分 NG になっちゃったり、多分そういうなんかね、なんだろう、なんかがあるはず、なんかがあるはず。ああ確かに前に同じアカウントで、確かに確かに前2期生さんとかがやられてた時に使ってたアカウントとかだとそのまま使えないから、それだとダメだったりするかも。あ、申請できました。あ、よかったよかった。新規アカウント作って思い切って前の消した。え、消したの？それはじゃあなんだろう。え、ちょっと問い合わせてみて、運営さんに X くるくるが引用ツイートした X のプロフィールにここに出してくださいっていうのがあるので、そこから入れたらいけるかも。ローモバは知らないけどメンバーにメールサービス使ったら即アウトのゲーム。あ、そうなの？メール送ったらアウトかもあるかも。でもくるくる来てないかも。来てないよ。大丈夫かも。あ、スマホを変えないとダメ。え、それは結構大変だな。まあ確かに DD がバレるゲームではあるよね。その誰の同盟に入るか。皆さん誰の同盟に入るか。既存アカウントからアカウントの削除を依頼しなきゃ。あ、変えなくてもできるんか。アカウントの削除を依頼、今回に限っては相談したら2回目。あ、じゃけ相談したらいけるっぽいけ、一旦メール送ってみるのがいい気がする。なかなかギルド入れない。お、どこで迷ってますか今。どこらのあたりで迷っているか教えてくれたら、くるくるが教えれる範囲だったら教えマックス。くるくる入りました。ガクガク。そうですよね、一発でですよね、迷ってないですよねあ、申請中。あ、なるほどね、申請中でギフト足りない。あ、そういうことね。多分承認待ちかもしれない。あとフォーム入力も忘れず確認してみて。ありがとう。アインストールしてた。お、問い合わせたからか分かんないけど入れた。お、入れた。お、よかったよかった。少しの迷いもなくくるくるで申請した。お、天才です。自分は前回のアカウントも今回のアカウントもログイン。あ、そうなの？じゃあ結構どう、ログアウトしたら OK なのかな。ログアウトして新規アカウント作成でできるんかもしれん。新規アカウント作成した？今回のアカウント座標はね、お、ギルド見つけた。座標はくるくるの家の近くに来るために重要になってくるんですよ。まずこの広島市にいたら広島県に出ます。広島県に出たらこのくるくるがまあここにいるので、まあここら辺にいるので、こうやってなんか適当にこうやって押すんですね。あ、違うわ。だったらまず虫眼鏡で15911770666、今度座標を入れます。
そしたらくるくるの家の近くに来れるので、こうやってピッてピッピッピッてこうやって押したら移民って出るので、移民してギルドに加入します。あ、新規で作成、あ、じゃあ新規で作成したらできるんかもしれん。広島関係ある、説明を分かりやすくするための例えね、例え。お、ギルド加入、ようこそ、あ、ようこそ来た、お、加入おめでとうから16秒後に追い出されましたちょっとおもろいね、確かに。お、南側に海があるのも広島っぽい。え、確かにここに海あるしね、海あってここに白レベル15、お、最速到達法っていう YouTube 教えてもらったら、え、めっちゃいいじゃん。くるくるを見よう。お、移民が分からない、え、なんか敵の集団、あ、すごいびっくりした。あ、連携する、あ、連携するアカウントを変えればいいんだ、分ければ OK。 移民が分からない、教えて差し上げますまず、あ、まずこれ広島市にいます。あ、まあ広島市じゃなくてもいいんですけど、なんかそのまあその地域にいます。地域にいましたら、この地図ボタン、右下の地図ボタンを押します。そしたら広島県に出れます、大きな世界へ。あ、それで言ったら、さっきのとこは広島県だったら、これは日本に出れます。日本、これ日本ね、中国地方、中国地方来たらこうやってなんかよくわからない緑のもう本当に芝生みたいなところを適当に押して、自分が住みたいところ、まあこのここだったら海沿いに住みたかったら海沿いとか、こっちの山沿いに住みたかったら 山沿い押して、移民を押します。そしたら初心者転送巻物みたいな出てくるので、それを使います。あ、虫眼鏡忘れた。虫眼鏡を押して15911700666座標を入れてクルクルの近くに来ます。このクルクルの近くで移民します。といった感じ。そんな感じ。オッケー、ありがとうございます。それでは、コロが泣いていますが、意外に1時間半配信してるのか。あれ、近くで緑を押してみます。ナーピ様の国民メス、あれあれあれ、苦しまじゃない。苦しまじゃない、あれあれ、じゃあなんかさっきのやり方は違いました。座標はこれじゃないと入力できない。座標はね、これじゃないと入力できなかった。これ以外入力したらエラーって出ると思う。おもろい。エラーってそう。そう、勝ったらヤングチャンピオンさんグラビアです。
こんばんみー。新規枠が取って申請中だけど同じ連携にしちゃったからダメ。どうだろう、運営さんに聞いてみるのが一番かもしれないけど、連携変えないといけないかもしれない。それではそろそろスクショタイムしていきたいと思います。スクショタイム、ちょっと画質悪いけど、王様ポーズ。今日の AI くるくるは、今日は皆さんにゲームを教えました。ゲームのチュートリアルは全部頭に入っています。よろしくお願いします自分を最初同じ連携したら昔のアカウントログインしたから連携、あ、連携変えないといけないっぽい。全軍全身ポーズ、待ってどんなんだっけ、合っとる。それでは AI、 一緒に頑張りましょう。全然ゆっくりからでもいいのでね。ローモポーズ、待って、ローモポーズ、じゃあ、あのローモバのアプリのなんだっけ、アプリのサムネイルの写真じゃない、顔するわ。ちょっと待って、やばい、スクショダメかも。ちょっと NG でNG で、森の妖精、オッケー、あ、似てる、やばい恥ずかしい恥ずかしい。で、それで、はい、スクショタイム終了。告知タイムをします。告知タイム明日、あ、違う、昨日発表されたのが8月10日のフェスですね。ぜひ遊びに、お台場 R 地区でありますので、ぜひ遊びに来てください。争いがなくなればいいのに。そうあるので、ぜひお待ちしております。そして今日からゲームイベントも始まったので、一緒にゲーム楽しみましょう。チャットもね、高頻度で出現できるように頑張ります。で、これからも定期的に配信すると思うので、わからないことあったら聞いてください。 X とかでも「ハッシュタグ苦しまくる」でつぶやいてくれたら、なんか聞いてみておきます。あ、くるくるのこと考えてる、お、あ、ありがとう。ヘルプとかもね、送るのでお願いします。ちょっと深夜とかに来たらすいませんそれでは壇上13位、奈良西、ありがとう。12位、天使の絵の具、ありがとう。11位、 X 風、ありがとう。10位、 QL、 ありがとう。9位、まっちゃん、ありがとう。8位、ウォッカ、ありがとう。7位、オロチ、ありがとう。6位、リョフ、ありがとう。5位、福ちゃん、ありがとう。4位、オノピー、ありがとう。3位、ヨハ、ありがとう。2位、エースのワンペア、ありがとう。そして1位は、ドゥルル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 ルパーン、ヨシエゾンビ、ありがとう。ヨシエゾンビ、ありがとう。ありがとう。皆さん、今日も見てくださってありがとうございます。いつもと違う画角で画質だったんですけど、ありがとう。それでは明日も一緒に元気に過ごしましょう。明日木曜日ですね。それではおやすみ。ともるー。